岡山がもっと住みよい街になるために NPO やボランティア、企業、大学などいろんな人たちが力を合わせています。つながる共同広場、ノップ、スキップ、ジャンプ。共同のまちづくり賞を受賞した取り組みを紹介するよ。今回は高野尻地区の高齢者が子どもたちの声が聞こえる村づくりに取り組む高野尻村を作ろうプロジェクトを紹介するね。岡山駅から車で北へおよそ30分のところにある高野尻地区。子どもの声が聞こえる地域づくり、住民が元気になる出会い、触れ合いづくりをテーマに村づくりに取り組んでいます。子どもの遊び場づくりの活動団体と共同で年間を通して豊かな自然の中で体験プログラムを提供し、都市部から訪れる若い親子の第三のふるさとになりつつあります。この日開かれたのは縁日ごっこです。割り箸を使った射的やメダカすくいなど昔懐かしの屋台が並びます。70、80の人ばっかしだから、その人がこれ立ち上げて準備することができんですから、町へ出てその生活している人が帰ってみんな草刈りしたり手ごをしてこういうやり始めたんです。自然はとても素晴らしい、子どもたちの五感を磨くものでもあるし、なんかいろんな発見があったり楽しい遊びを自分たちが考える場所であると、そういうのでリピーターもたくさん来てくださる。子どもたちに少しでもそういう体験をしてほしいなっていうのがあって、手作りの遊びを作ってっていう形で今やってます。訪れた人たちに地域のおばあちゃん手作りのおにぎりも振る舞われました。いろんな世代の人が一緒になってなんかこうやって遊んだり、人との関わり方とかコミュニケーションとかいろんなことを吸収してほしいですね。やっぱり普段できない体験がここではねさせてもらえるっていうのが一番だと思います。おばあちゃんたちみんなねいろいろ声かけてくれるので、子どもたちにとってもいい経験かなと思ってます。子どもさんからすごい配当もらってます。大好きです。誰もいない、私は一人ぼっちだから一人ですので、寂しいけど子どもさんたちが来られるからそれを楽しみに待ってる方です。現在は6世帯7人が暮らす高野尻地区、都市部から人を招き入れ地区の活性化を図るとともに、都市部の住民に山間部の魅力を知ってもらおうと住民と地区外の協力者が話し合いを重ね高野尻村を設立。運営体制や村の事業方針を決め、2016年9月ついに活動がスタートしました。私らの子どもたちがいるときには高野尻は大勢子どもがおるんじゃないぐらい言ってたんです。それだからその地区は賑やかで、55人からも10人出てしまったから、もうほとんどここには子どももいなくなったし、過疎化になるんかなという感じはあったんですけどね。年を取るとだんだんそれが身に染みてきますよ。子どもとの触れ合いで元気をいただくし、こういう自然を知られない方が来られてもいいところなら、まあな、皆さんに来ていただいたらどうだろうかなと思って始めたんです。イベントは四季折々の自然環境を生かした体験や文化の伝承、野菜の収穫など様々です。子どもたちの遊び場作りにも力を入れ、都市部に暮らす人たちの居場所となるような村づくりを続けています。活動の回数を重ねるにつれ新しい参加者も増え、イベントだけでなく貸し農園事業なども始め、高野尻村に関わる人たちは増えています。ここの村を長く続けていきたいんです、もう耐えてしまわずに神社仏閣もみんなが守っていける町内になってほしいんです。寿命が本当伸びてるんですよ。子どもたちに本当に元気をもらってるんですから。高齢者自らが地域づくりの主人公になっているね。地域外の人たちとの交流が地域を元気にしているね。